この花も入れてやる。うん。ね、もみじが綺麗な。どうでも入れてる。うん。お父さん。まあこれ、ちょっと最近もみじ取ろうか。綺麗なろ。綺麗なね、これ。我が家のもみじ。もみじ嗅いで。こんなのはなかなか刺しにくい。うん、はい、大貫茶、玉緑茶、これいくつか種類があるみたいね。あの、生産者さんによって。あなた買いに行く？うん、また買いに行く。美味しいもん。これ余計入れないかだったね。そう、余計だいぶ入れんっていうか、もう入れすぎば入れんっていうか、それ多分、でん、よいしょ。そのその帽子を。なるほど。出た、アヒル。アヒル。まあすごい。帽子はね、存外それ今のおしゃれかもしれん。お父さんはその帽子のかぶり方いいんやって。うん、なんかそのちょっと、それでいいと、うん、ええと思う。今日はですね、この大貫茶にこの遍路まんじゅう、高知名物の遍路まんじゅうですけど、まさかこれ開けたらみんな食べてしまって一つしかない、みんな食べてしまってこの一つしかないということで、俺はちょっとええので、じいちゃんばあちゃんで分けて半分ずつ食べてください。高知の代表する遍路まんじゅうをぜひ。いただきます。遍路まんじゅういただきます。おい、ごちそうになったのよ昨日。うんうん、でも、4分でいいよ。大貫玉緑茶です。まんじゅうどうですか？美味しかったね。おいしゅうございました。大貫茶のこの自制の味わいがこんな美味しい、ほんまに。さあ、そして今日はですね、じいちゃんにも持ってきてと言ったものをテーブルの上に置いてください。はい、で、どうしてこれをちょっと出したかということですが、もう来た一緒よね。結局ですね、この携帯ラグラグフォンがあるんですけども、ここに携帯をそれだけ持ち回りよったら落としたりとか、あの、壊したりすることもあると思うんで、はい、ちょっと用意しましたケース、じゃじゃじゃーんということで、ケースをカバー、ケースというかカバーを用意しましたが、それぞれ可愛いカバーをちょっと、まあ、勝手にあの自分が選んだんですが、これをちょっとそれぞれ好きな方をつけてもらおうかなと思って買いました。どっちがいいですか？お父さんこっちよね。ほら、ちょっとわかる。はい、どうつけるか。これは上やと思う。そうやって携帯の画面にそうやってかぶせてしもったら携帯続けんのがね。ほら、そうそう、そういうこと。はい、そうそう、はい、これ、はい、上と下とその、あの、カメラとか合うところによって向きがあるから、そうそう、じいちゃんさすがにね、ちゃんとできちゅう。電気ついちゅうから、ほんで電気がついちゅう方がこう見える方、電気つけて上がるで言うて、バッテリーがやんだけに、うん、正解、うん、入った、赤き言うた、うん、はい、ほいたらですね、あの、その携帯、ケースどう、それでちょっとあの落としたりしても傷がつかんように、両方見て、それぞれ、あ、持ちやすい、つるっと滑らんから、はい、ということで、はい、ありがとう。今日はですね、この携帯に、まあ携帯2人とも使うのに傷をつけんようにケースをプレゼントということで、じいちゃん、損傷と締めをお願いします。ああ、これは大変ありがたい、感謝を込めてありがとう。はい、これけんどね、うまいことこうちゅうよ、これ、けんどは柔道じゃない、
これお父さんは絶対持ったんと。あ、そう？うん。まあちょっとね、絵がね、ちょっとどれがいいかなって思いながら探しとったよ。かわいらしい。ね。いいわ。うん、かわいらしい。これ持っても持ちやすいじゃない。かわいらしい。つるっとせんから。なるほど。そう、それを渡そうと思った。ありがとうございました。お茶にセミいるかよ。はい、ありがとう。ビルベット入れちゃおう。私はもうよろしい。うん。はい、お茶を飲んだらおしっこ。そう、まあそうそうや。もうすぐに。うん、ええことや。お茶を飲んだらすぐおしっこ。うん、ええこと。うん、おいしい。うん、おいしいね。お茶もおいしい。さっきのみかんは、うん、種なしのみかん。あら、デコポンっていうみかん。うん、うん、デコポン。あら、一個は、一個で200円か300円じゃったよ。あれね、結構高価な、高価なね。え？高価な。そうじゃ、1個ね、300円バス。美味しい、うん。お茶美味しいね。この大麦茶はなんか、うん、他の緑茶とか違って、この自生の茶っていうこの味わいがいいね。すごい、もう前から思いよった。この自生のお茶の美味しさ。あー、この茶美味しい。ございました。うん、よし。そう。なかなかねは本当に田舎のこう、ひばちゃんちのこの囲炉裏があるような家とか、それの囲炉裏の周りとか、縁側とかに、はい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 、110点、はい、はい、アヒルちゃんが歩いていきます。はい、まあ大切にしてください。いつの間にこれ凍っちゃったら、うん、凍っちゃったわ、それをあげようと思って、うん、はい、じゃあ活用してください。これ企画があるろ。うん、ほんで、で携帯に合わせてよ。これ何になるわけ、中それが大。いえ、違う違う、その携帯の携帯によって違うから、全部形が。はい、ということで、はい、このばあちゃんがおすすめのチルちゃんのもみじで最後終わりましょう。はい、お疲れ様でした。